泣き砂、泣き砂、鳴り砂とは、砂の上を歩くとキュッとなる砂を言う。地域によっては、鳴り砂とも呼ばれ、鳴り砂、鳴き砂と表記している。島根県の琴ヶ浜のある馬路では、昔から、鳴り砂と表記し看板などに使用されている。一時期、泣き砂とした時があったが、また昔の表記に変わった。なるさは、2007年に、全国鳴き砂、 なりすなネットワークが決定した統一表記法である、なきすなか、なりすなか参照。なきすな、なりすなは、一般的には、石炎粒を多く含む砂が急激な砂層の、動きにより表面摩擦を起こし音を出す現象である。日本国内には、久久成浜、久久成は、ま、宮城県、琴ヶ浜、石川県、琴引浜、京都府、琴ヶ浜、 島根県をはじめとして、多数の鳴き砂、鳴り砂の海岸が存在する。伝説、民話の題材となったものがある。日本国外では、海岸は元より内陸部にある砂漠や、砂丘の砂でもなるものがある。砂漠のなるさの場合、堆積した砂の山が、強風によって崩壊したり、人為的に砂山を崩壊させたりする、砂のなだれ現象が生すると砂がすれて、音を出す。 英語では、泣き砂、鳴り砂のことを、シンギングサンド、ビスリングサンド、またはミュージカルサンドなどという。音の発生は、砂流の表面摩擦に起因する砂層の振動によるものと考えられているが、その詳細なメカニズムはまだわかっていない。最もよく知られているのは、バグノルドの滑り面説である。砂の中に滑り面、砂の塊が動きやすくなる面が生じて、 スティックスリップ現象に伴い滑り面上の粉体層が弾性的に懸垂されているかのように延直方向に振動すると考える。1980年代に入り、同志社大学の日高茂助教授らによって強力な X 線による滑り面の連続撮影が行われ、スティックスリップ現象が詳しく調べられた。最近の流体力学による研究によって、 滑り面は一つの平面ではなく、幅約5ミリメートル程度の無秩序で激しく運動する砂粒子層からなり、この境界層の振動によるとするスリップチャンネル説が提案された。さらに、砂漠のブーミング音についての大掛かりな実験から、地下2メートル付近に音速の不連続面が存在していて、砂が滑り落ちるときに上部の砂層が共鳴して大きな音になるとする。 ウェイブガイドマダルも提案されている。2000年代以降は、砂層のバネ的性質に関心が集まり、詳細な鳴き砂の発音メカニズムの解明が進められようとしている。鳴き砂、鳴り砂の成分は、石炎粒が主体で、砂全体に対して、ほぼ65%以上含んでいるものが多い。鳴るためにはゴミ、浮遊性の植物起源のゴミは含まないが少ない、必要があり、 また、自然界の泣き砂は、流度範囲が限られ、地質学で砂と定義されている、流度範囲1ミリメートル以上の砂、200マイクロメートル以下の砂のなり砂、泣き砂はないようである。海浜の工事、波消しブロックを設置したり、岬の工事等などのために海流が変化し砂の成分構成、鉱物成分や流度分布などが変わってしまうとならなくなる。また、 鳴き砂の浜の背後やその近辺には石英を多く、含む河口岩が分布する場合が多く、感度の良い鳴き砂の浜は、砂の堆積層が海に接したところに多い、島根県、琴ヶ浜など。鳴り砂、鳴き砂は、川から流れた細かい砂や、海岸線の崖などの砂が水中に攪拌され、それが一定の波の穏やかな場所に漂着、均一化し堆積して、長年のうちに、 表面研磨される。成砂、すき砂になるための海浜に最も重要な条件は、砂の出入りがないことである。馬地町の琴ヶ浜は、その代表な砂の堆積である。今も、なお川からの流れ込む砂の海浜では、常に新しい砂が混じってしまうため成砂、すき砂になることは、ほとんどない。その地域の海が汚れることで砂がならなくなってしまう、こともあるため、海洋汚染や、 自然破壊と関連づけて取り上げられることが多い。汚染によってならなくなった砂を再度泣かせる NHK のドキュメンタリー番組の企画では長時間にわたる洗浄によって砂の汚れを完全に落とす必要があったという。なり砂、泣き砂が鳴らなくなる原因としては流度や構成成分が変わってしまう場合がある。この場合には長時間洗浄しても回復の望みはない。 なりす鳴き砂に音を出させるためには、砂の間で表面摩擦を起こさせる必要がある。なりす鳴き砂の砂浜の乾いた表面を手のひらで強くすると、よくなり、またげたを吐いて、すり足で歩くとよくなることが知られている。二馬町・馬う町のことがはは、水中でもぐ,ぐっと音を発するほど、感度の良い鳴り砂、鳴き砂の浜である。乾燥していなくても、 感度の良い鳴き砂は音を発する。人工的に傾斜を洗浄し続けると沸騰するように、水は熱くなり、容器内で、グーグーとなり始める。日本に存在する、鳴り砂、鳴き砂を持つ海岸は、約200箇所を超え、そのうち現在でも音を発する地域は、程度の差はあるものの150箇所以上存在する。その数は、次第に増えてきているが、これは、各地で、 地元のなりすな、なきすな研究家が増え、発見につながっていると考えられる。二千六年六月の全国なきすな、なりすなサミット開催地、山形県飯出町では、地元のなりすな、なきすな研究家、及び仙台市の愛好家と高校の科学部の生徒により、ほぼ同時期に阿武熊川川口の宮城県渡り町の水、きす港鳥の海付近に三キロメートルにわたる、 国内最大級のなり砂、泣き砂が発見されたという事例が発表されている。日本国外ではカナダプリンスエドワードアイランド州のバシンヘッドビーチが泣き砂の浜として有名である。同州内には他にも2カ所の泣き砂の浜があることがカナダのウェブサイトから明らかになっている。またアメリカ合衆国をはじめ世界各国の35の砂漠に ナキスナがあることが知られている。2007年9月27日に、八の兵士で開催された2007年全国ナルササミットイン八の絵では、全国ナキスナナリスナネットワーク、代表幹事団体、京都府京丹後市が総会において、表記をナルサに統一することを決定、提案した。ただし、読みは、ナキスナナリスナの2種類を、 地域での呼び方に応じて使うとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。